あいにくの天気ですが、お城下はにぎわっています。色とりどりの花が咲き誇り、気分は晴れやかになります。去年3月に開幕した県の観光博覧会、牧野博士の新休日が今月末で終了します。昨日までの2日間高知城の丸の内緑地でフィナーレとなるサンクスイベントが開催され、華やかなオブジェやスイーツなどの店が並びました。続いては川本瑠香さん、絆さん姉妹による牧野博士スペシャルトークです。大好きな牧野博士。ステージにお揃いの白い服で登場したのは、4月から中学2年になる川本瑠香さんと小学2年になる絆さんの姉妹です。この姉妹はサンサンテレビでも、ね、以前取材しましたよね。そうなんです、はい、牧野植物園の小学生ガイドとして話題になった川本姉妹です。牧野博士について勉強するうちに魅力にはまった姉の瑠香さん。祖母のひろみさんと練習を重ねて、牧野植物園で小学2年からガイドをスタート。去年4月からは妹の絆さんもガイドデビューしました。牧野富太郎先生が自分が持っている標本の一部を外国に売ろうとしました。この時は少し不安そうでしたが、昨日は多くの観客を前に堂々と牧野博士について語りました。牧野富太郎先生は体があまりにも弱かったので、裏の山の階段を一人で登ったり降りたりして植物を友達にして遊びました。ジェスチャーを交えてね、上達してますよ ね、 工夫が見られますね、はい、観客にも博士の生き様が伝わったようです。終了後にはサンクスイベントにちなみこんな質問が。生活しよってありがとうって伝えたい人はいますか？おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃん。どうしておばあちゃん。牧野の練習中とかにも頑張れぞとかさ、ちょっと声かけたりしてくれるから。せーの、ありがとう。拍手お願いします。心が温かくなりますね。なんとねえ。お疲れ様。緊張したけど楽しかった。楽しかった。すごい。昨日のガイドは99点という絆さん。今後の目標は？いっぱい練習。はっきりと発音よく言って、笑顔も忘れるのに言ったり、大きい声で。さらに今日13歳の誕生日を迎えた瑠香さんは、牧野博士の魅力を海外に広めようと活動を続けています。世界青年の船っていうそのなんかプロジェクトみたいなのがあった時に、外国のその青年たちの前で英語でお話をしました。牧野先生のことはすごいいろんな人が知ってるよっていう風に話してて、あそこ広まってるなっていう風に実感してます。牧野博士の新休日は今月末までで、期間中は県内各地でイベントが開かれます。4月1日からは極上の田舎体験を打ち出した県の新しい観光キャンペーン、どっぷり高知旅が始まります。県によりますと、去年高知を訪れた観光客の数は過去最多の472万人を達成。牧野植物園の今年度の来園者数は45万3000人を超えたということです。